川翔輝です。今日もですね、坂本勇人選手のことについて、お話したいと思います。再生数、稼がしてください。あ、いいっす。ここしかないと。まあ、あんまりね、坂本さんのことをね、言っても、坂本さんに申し訳ないので、もうあとね、この動画含めて、あと3本ぐらいお願いします。あと3本ぐらいお願いします。今日は、とりあえず、まあ、ちょっとね、言葉にも冷めないということで、坂本選手の、なんすかね、アンチ。まあ僕もね、インスタ、ツイッター、すごく今叩かれてます。すんごく叩かれてます。はい。まあそれはどうでもいいんですけど、まあ、今どんなアンチが多いの？登録抹消しろとか。登録抹消しろ、坂本さんに。はい。キャプテン下ろすとか。キャプテンを辞めるとか、はい、うん、試合出るなみたいな感じですよね。試合出るな、はい、え、まあまあ、まあ、今3つ出ました。なんだっけ、キャプテン辞めろ、試合出るな、登録抹消しろ。まあ、まず、登録抹消しろから話していきたいと思います。する必要がありません。登録抹消する必要がない。なんで抹消すんの。まあね、このチャンネルを見てね、ネットでしか吠えれない子犬ちゃんたちはね、こう言うでしょう。スポーツファンらしく、紳士たるなんだから、なんだ、見せしめのために二軍に落とせ、とか。ね。なんやろ。二つ目なんだっけ。キャプテン下ろせとか。キャプテン下ろせは、キャプテンは降りるんじゃん。降りるんすかね。降り、来シーズンからね。はいはいはい。はい。まあ自然の流れで、うんうん、これは。まあ、ね、岡本和真やってもいいだろうし。中田翔がやってもいいと思う。逆に。あとなんだっけ、試合出るな。試合出るな。なんで、なんでですか皆さん。まあ、もうね、もう一回言うよみんな。ね。示談しとうけん、もう。なんで示談しとうのになんかキャプテンやめろとかさ、試合出るなとか抹消さんとか言われないかんと。むしろさ、活躍しとるやん。ファンを喜ばしとうやん。何が悪いとって話やん。まあ何回も言うよ。示談しとらんかったら何しようとやださんってなるよ。うん。言いたい気持ちもわかりますけれども、まあそうやってさ、叩くんじゃなくて応援してやろうや、みんな。うん。同じ男やろ？このチャンネルもほぼ男の人が見てるでしょ？応援してやろうって。苦しんどのは一番隼人さんのやけ。うん。本当に。まあね、世間を騒がすようなことをね、まあ女がリークして騒がしたのは事実やけ、まあね、ハヤトさんもこれから見直すと思います、生活もね。その中でね、スーパースターをね、日本人がね、どんどん応援してやらんとね、いかんと思います。叩くだけでね、叩いて、ね、その人が苦しむような発言とかね、しょうもない。本当にプラスなことがない。うん。でね、僕のインスタとかね、ツイッターとかね、叩くやつほど、顔が載ってなかったり、本名じゃなかったりするんですよね。なんやろ、叩くなら、男で叩いてくるなら、名前と顔をいっぱい載せてね、叩いてこいと。そのぐらいの覚悟でね、さらされてもいいぐらいの気持ちで叩いてこいと僕は思います。まあでも、隼人さんは今頑張ってるので皆さん応援してあげましょう。はい。笠原チャンネルは、あと3本ぐらい。あと3本くらい、ハヤトさんのネタで話して、再生数取れりゃいいと思うけど、とりあえず今日はアンチに対してお話ししております。はい。どうすか？なんか思ったのは、はい。まあ正直、2人の関係の問題じゃないですか。うん。周りがまあ、とやかく言う必要性ってあるのかなっていうのは正直。男女でね。はい。まあでもよ。でも、あれだけスーパースターで世に出てしまったということは、世間の意見も少しは受け入れていかんと。はいはいはい、そう。問題っちゃ問題だけど、そう。全部が隼人さんを、味方するわけじゃないけど、そうやって出てしまったからにはね、そう。なんやろうな。だからといって試合を出なかったりとか、二軍に落ちたりっていうことはいらんと思う、俺は。そうね。俺はそう思います。キャプテンは来年辞めるんじゃないですか、普通に。まあ、原監督もね、何も言わず使ってあげてね。この前も猛打賞打ちましたし、まあ応援してあげましょう、とりあえず皆さん。で、いっぱいコメントで書いてください。笠原まだこのネタであと 2,3 本いくって。まだ再生数取らせていただきますよ。再生数がね、ガタンと落ちるまではね、再生数1万届かない
まで、ずっと坂本さんネタでいく逆に坂本チャンネルになるんですね。坂本チャンネル、どうも坂本隼人です。今日はですねって感じでやりたいと思います。まあまあいろんな意見あります。うん、まあ自分もそうやってね思うところはいっぱいありますけれども、皆さん、隼人さんは悲しんでます。はい、6分48秒1個質問なんですけど、はい、今こんだけ、まあ、世間の注目を浴びている坂本選手のこの問題ですけど、はい、笠原さん目線で何したら収まると思いますか？収まんない。時間が、時間、時間だけですか？時間です。もう収まりません。で、ちょっと流行語になりつつあるね、血穴確定っていうのは。うん、絶対みんな言ってますよ。なんかしたら、あ、お前血穴確定なみたいな。まあそれは別にね、みんな流行らせてください。流行らせて、うん、それは別に流行ってもいいじゃん。うん。うん、いいよ。別に流行っても。やっちゃったことは仕方ない。でもね、そうなんですよ、皆さん。YouTube って8分以上、撮らないと、広告つけれないんで、今7分37秒とかなんで、もうちょっと待ってください。何も喋んなくていいですか？もうちょっとだけ待ってください。もうね、こういった中身も全部俺話しちゃうからね。こう、なんやろな、坂本さんのどういったことを聞きたいとか、いろいろコメントありましたら、ぜひ、コメント欄によろしくお願いします。まだまだ僕は坂本さんネタで突っ走るつもりなんで、アンチの皆さん、アンチブツブツ言ったところであなたにメリットは何もない。うん、ないよ。そうよ、わかった。これで書いてくる人もおる、仕方ない。うん、でも俺は何言われても何も思わんけん、そんなコメント書く暇あったらね、どうやったらお金稼いだらいいかなとか、ちょっと考えた方がいいと思いますよ。うん。日本の経済今やばいらしい。50年後はやばいらしいよ。本当に。うん。互いとは倍じゃない。もう一個質問で。はい。にわかさんの時みたいに。はい。坂本さんが放出されるのか。ああ、坂本さんが放出されるのか。はい。その可能性は。されないっしょ。されないと思うよ。でも、にわかさん今、二軍の監督やられてるわけじゃないですか。うん、うん。だ、一旦出ても、もう一回戻ってきて、みたいな、ほとぼり冷めたら帰ってきていいよ、みたいな。でも、坂本さんは、はい、監督になるべき人材なので、巨人は出さないと思います。うん。うん、プラス、もう、長嶋茂雄さんのね、ヒット数とか、二塁打の数とかもう抜きそうなんでね。そうですね。もう、監督になるべき人材でございます。それからミスタージャイアンツって呼ばれる可能性もありますもんね。あるある、全然あるっすよ。昔はね、週刊誌とかパパラッチがいなかったから、ね、長嶋茂雄さんとか大貞治さんとかね、週刊誌とかなかったから、うんうん、今の時代仕方ないよ。そうですね、まあ、普及の部分もちょっと違いますもんね。そうよ、うん、ということで、次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。まだまだ坂本さんネタいくぜ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さん、またぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。